どうもこんにちは、タカです。今回もダークソウル2、死んだら武器捨て縛りやっていきたいと思います。前回は罪人の塔に到着しました。罪人の塔、ヒカルとの冒険はここで終わってますね。罪人の塔、ここから先はよく知らないっす。再生の指輪、何だっけ、何の指輪か忘れましたけど、その指輪を持ってたら、亡者化しないみたいな指輪、隠れ港で取り忘れてるらしいですね。あとは、ハイデの直剣とかもなんか、取りに行きたいっちゃ取りに行きたいですね。うざい、倒しとくか。うわ、アイテム隠れやがった。くっ。うわ。後ろから追ってったら、鬱陶しいから、倒しとこう。両手。両手やったら結構変わるからな。ではでは、先へ進んでいきましょうか。あれ？オッケー、降りた。ではでは、よし、1体目。あとは、2体。2体いるみたいですね。1体、引っかかったし、レバーに。後ろを取った。気づくいし。しずくいし、ありがたい。一本飲んどこう。次のボスはどんなボス出てくるんやろうな。楽しみやな。出血ナイフ5本。ここら辺からも本当に初めてですね。ここの敵は魔法使ったら楽そうやな。そんなことなかった。全然通らへん。くわーっと危ね。こっち来るんか？一回攻撃？危ない。危ない。尻尾。ポッシュ。テールアタック強え。うざ。後ろ取ればいいんやったっけ、これ。うわあ。こいつの倒し方、確か後ろ取ればいいとか教えてくれたはず、ヒカルが。ほんまなんかな。怖い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 。後ろ取らしてくれへんやんけ、こいつ。マジでかいし。うわぁ、嘘やろ。強い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 。どうしたらいいね。ふぅ、一回落ち着こう。痛すぎ。どうしよう。
うわーマジで、うわーキャー、バリ強いこいつ、思った以上に強い。攻撃も全然食らわへんやん。うわー、全く攻撃が通らへんかった。ちょっと、まあ、武器捨て したくはないんですけど、武器捨てするんですけど、こいつはさっきちょっと倒します。待ってください。武器捨てはしたくないっすよ。したくないっすけど、します。うん。日本語って難しいな。マジかー。思った以上の強者があそこにいましたね。いきます。右右右右。3、2、1、ストップ。ガーディアンシールドです。前回のパートの一番最後でガーディアンシールド装備するために筋力上げたんですけどね。まさかのガーディアンシールドここで手放すことになるとは。雰囲気、あいつには出血が効きそう。間違ってなさそう、これは。うっ血耐性の、装備できる、装備。うん、ないな。地道に行きましょう。地道に行くぜ。とりあえずあいつはどうやって倒していこうかな。困ったな。少し困りました。魔法連発かな、やっぱり。それが一番無難、安全ですかね。近づいて倒せる気がせへんかったもんな。いやー、あいつの倒し方なんか後ろ取って致命食らわしたらいいってなんかちょっと聞きましたけど、全然取れなかったですよね、さっき。マジ強かった。心折れかけた、ちょっと。全然聞いてないし。攻撃のタイミングがしかもこのタイミングにしたんやろ。もう一回来い。尻尾攻撃と手の攻撃、この手の攻撃の後に一回いけそう。やん、バリ強いやん。ちゃう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 、普通に攻撃しとったらあかんて。
届くんかい。リーチが結構、リーチが長いな、あいつ。はぁ、あ。なんとか一体目を倒した。こっちにもなんかおったはず。いや、除去していこう。ちょっと慣れよう。こいつに慣れよう。うわぁ、そんなんあるんかよ。聞いてない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 。マジ強え。飛びかかるときは飛びかかる言うてくれよ。だって、お前動き明らか遅いやん。やめてよ。まずい。ここ落ちたら死ぬよな、絶対。よし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 。二体目。ちょっと時間かかってまいような。ちょっと時間かかってますけど、死ぬよりはマシや。オッケーオッケー。まだおる。ああ。ソウルの矢が足りひん。今か。いや全然無理や。こいつの攻略法知りたい。もうちょい簡単な攻略法ないんかな。あとはソウルの矢だけ。よし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 。ふぅ、時間はかかってるけど、なんとかいってる。コート着物骨粉。あ、これって、瓶強化するやつやったっけな。あと何体おるんや。もうこいつと戦いたくない。お、これ敵か。フライングゾンビさんや。お、ハソイドクロ。こういうのうまいこと使われへんかな、ハソイドクロ。ハソイドクロと、発見。よし。なんとこ。右と左とまっすぐがある。じゃあまずかこっちから。うん。なんもないか。解除しとこう。右は何もありませんでした。左は絶対どっか敵おるよな。鍵がかかってる。あ、鍵がかかってる。向こうも鍵。
おおおおお、やばいやばい、めっちゃ、ちょちょちょ、じゃー、何体出てったねこいつら。ちょー、あー、今日2回目の死亡、しかもまたでかいごついやつ戦わなあかんって考えてちょっと鬱になるな。あー、一回休憩、危ない、刺される。よし、行きましょうか。こいつはできるだけ魔法使いたくない。でも一体目は使うか。痛い痛い、危ない危ない、なんでこんなとこで。ふう、一回負けた集中力が一回切れるからな。立て直そう。よしよしよし、立て直し。時間はまだちょっとある。ソウルも落としてきた。ここら辺はパッパ行きたいな。まだ生きとる。でもらおう。レストビン。いや、ここは雫石で耐えるか。結構回復するな、雫石。いや、全回復？さあ、行きましょう。そうや、もうここら辺突っ走っていくか。相手しとったらしんどい。通して通して、嘘やろ、なんでそんなとこおるん。上がれへんかった。あー、マジかよ。ちょっとここに来てスランプか。ふう、くそー。冷静になろう、冷静。冷静。冷静沈着。北村弁護士や。さっき武器してたっけ？出たっけ？覚えてない。してた記憶がないぞ。多分捨ててないかな。2個じゃあ捨てときます。多分捨ててないよな。1回目はガーディアンシールドで、2回目が捨ててないはず。いきます、いきます。3、2、1、パッ。
お、沿岸橋と3、2、1、パッ。呪術の日。お、よかった。あ、まだよかった。秋、呪術使えとったんかな。よう分からんけど、せといきます。人間戻っとこ。あそこに一体亡者が潜んどったぞ。人間戻ったら、まあ、このまま行くか。休んで復活してまう。さっきのは無様やったな。まさかあのあいつの攻撃があんな高いとは思ってなかった。でしょう。さっきレバー引きましょう。レバーオン。マジ悔しいな。でも悔しすぎる。あの亡者にやられるの悔しい。お時間、今日はちょっとじゃあラストワンプレイということでやっていきましょう。スーやっぱ一体ずつ処理した方がええんかな。突っ走って左で登る。でも動画の尺的にもここは行くしかない。突っ走って左、右には亡者がおる。右には亡者がおる。来いよ、ニック機敵で。どっから亡者うじゃうじゃ来たんやろ。マジわからんかった。あいつら来なさそうやな。うっちゃうじゃ来たやな。うっちゃうじゃ、鍵がかかってます。こいつは来るんか。じゃあ処理しておきます。何やっとん。暴れすぎやろ。落ち着いた。まあ、一体キャったな。じゃじゃくーくそ野郎が。マジこいつら後ろから攻めてくるな。来ていない。どっかに鍵がありそう。よし、
方には敵がいない。来んなよ。どっからここら辺猛者来たんやろ。いっぱい起きた。来てないな。あれ、行き先こっちやっとんかな。レバーがある。うわー、なんもない空間で俺やられたんか。アイテムあったかな。マジ無様大名やんけ。お、お、鍵が開く。あかん。もしやボスかこれ。雰囲気、雰囲気ボス。ただ時間的にボス行く余裕はない。上がり火が欲しい。かっかりび、かっかりび。あ、全部鍵かかっと。では、ちょっと時間が押してるんで、ここら辺で一回終わりたいと思います。それでは、一旦終わります。ありがとうございました。